はい、本日は7月19日朝5時14分です。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今雨降ってますが、終わってみてちょっと肌寒いぐらいです。風邪ひかないように気をつけたいです。以上です。今日は連休明けでまた体がなまってたんですけど、気持ち的にですね、あと3枚、終わりがかなり見えてるので、気持ち的に楽に草を刈ることができたかなと思います。はい、今日はね、この前も履いてたんですけど、今日もこの足袋を履きまして、これだと斜面がですね、結構踏ん張りやすくてですね、長靴だとどうしてもこうちょっとブカブカな部分があるんですが、まあ、これも若干ちょっと遊びがありますけど、まあ、それでもかなりマシなんで、ここがずれなければずれないほどしっかり立てるっていうですね、ことで非常に斜面やりやすいと思います。はい、なんかすごい水が流れてきておりますが、詰まってたんじゃないですか？詰まってたんがあれか。下で詰まってたんが、すごい。すごい水が草を運んできてます。はい、これ詰まらなければいいですが、はい、はい、ということで、以上で終わりです。はい、どうもありがとうございました。あ、またそこで携帯してる。はい、かなり水の勢いがあります。はい、終了時刻は8時27分でした。